レイ先生。ん？どうしたやす？いつも元気でいいの？ありがとうございます。ところでレイ先生、GitHub CLI って使ってますか？ GitHub が推してる CLI らしいんですが、もし使ってたら便利な使い方を教えてほしいです。うん、使ってるよ。ただ、GitHub ディスクトップとか GUI 使ってるならあまり必要ないかもしれないぞ。GitHub の API を叩いて何かしたいなら話は別だけど。まあそうなんですが、スーパーハッカー目指してるんで。そうか。それじゃあ便利なコマンドをいくつか紹介しよう。お願いします。 GitHub CLI で多用するのは PR のリスト表示とチェックアウトだな。それぞれ次のようにして使う。 PR のリスト表示 GHPR リスト、 PR のチェックアウト GHPR チェックアウト。私はこれらのコマンドを組み合わせてインクリメンタル検索で PR の切り替えができるようにしている。 GHPR チェックアウト以下略。簡単に PR のチェックアウトができていいですね。だろう。あとはリモートリポジトリとローカルリポジトリを同期させるためにシンクコマンドを使ったりもする。 GH リポシンク。その他で言うと CLI 上でリポジトリを作れるのもいいな。GH リポクリエイト。時短できそうな機能が豊富ですね。そうだな。 GUI やブラウザ上でポチポチ押さなくていいからささっとできるぞ。そういえば GitHub API も叩けるんでしたっけ？そうだ。例えばリポジトリのブランチ一覧を取得したかったらこんな感じに使う。 GH API リポズすらユーザーネームすらリポネームすらブランチーズ。グラフ QL を使って出力する項目を絞りたかったらこんな感じだ。これはブランチ名とそのブランチの最新のコミットメッセージを出力するように書いたものだ。 GHAPI グラフ QL 以下略。うわー、さすがにグラフ QL だとコードが長くなるから、そういうのは GitHub エクステンションを使ってワンライナー化したりすると便利だけど、しばらく必要になることはないだろう。そうですね。ただ GitHub を使うなら GitHub CLI の魅力が大きいと感じます。そうだろう。無理に使う必要はないが、使ってみようかなという気持ちになってくれたら嬉しいよ。レイ先生、今回もありがとうございました。さて、来週のレイ先生はレイです。やっすんにコードの書き方を教えたら、また次の日も同じことを聞かれました。教えるときは根気よく教えることが大切です。さて次回は、やっすん大地に立つ、やっすん売るよ、俺がやっすんだの3本です。来週もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。うふふふふふふ。